皆様、お待たせいたしました。本日はご来場いただきましてありがとうございます。私、京都国立近代美術館の牧口と申します。本日はリスタートライン展の関連記念講演会ということで、美術史家の富井玲子さんをお迎えしています。富井玲子さんはニューヨーク在住の美術史家ということで、ポンジャという現代美術の研究会の主催でもいらっしゃいます。 であの来日に合わせて、えー、そしてこの展覧会にあの講演会のために、えー、日本に、えー、いらっしゃっておりますさ、えー、まざ、あ、まなあのご研究あのされていらっしゃいますけれども、えー、最近ではあの「荒野のラジカリズム」ズムというあのご所長ですねなどあの、まあ、この戦後美術のさまざまなあのアーティストについての研究をなさっておられます、えー、ではどうぞよろしくお願いいたします。 本日はお招きに預かりありあがとうございます、えー、さて今日は京都発現代美術というテーマで展覧会は面白いという視点からお話ししたいと思いますで展覧会が面白いというのはどういうことか少し長くなりますがこのことを最初に説明しておきたいと思いますまず美術において展覧会は作家が表現を社会にコミュニケーションするための主要な回路です 美術の内側の問題に限らず外側のもをも巻き込んでいるから面白いのですが展覧会をいわゆる制度としてだけ捉えると面白さが半減してしまいます制度というのは概ね上から与えられたもの個人の力ではあるいは下からの力ではどうにもならない管律効率のものという側面が強いです美術館や展覧会ああ美術学校などは美術の近代的な社会制度です ただし日本の近代では団体展のように作家が下からボトムアップで立ち上げるオペレーションの姿勢があります。これが非常に面白い。え、団体展が面白い。これもちょっと説明が必要ですね。団体展というと日展とか二課展とかいろいろありますがお迎えの京セラ美術館では1933年に京都市美術館として開館しています。 その少し前1926年に開設された東京都美術館が全国の団体展の総本山だったように京都市美術館は関西の団体展のメッカだと言ってもいいでしょう今でも継続して定期的に開催していますそのうちの一つでも見に行ってみたらちょっと現代美術ではないし何だろうと思うかもしれない ただし常識に縛られていては歴史は語れません特にグローバルビ術史を考えるとき無意識のうちに常識と思い込んでいる西洋中心主義という従来の枠組みを再構解体しないと日本やアジアを含めてこれまで終焉とみなされてきた非西洋の諸地域をより精密に語れないこれまでは日本じゃないごめんなさいこれまでは西洋イコール中心の色眼鏡で非西洋終焉を見ていたので。 従来の美術史では誤解や曲解さらには不当な軽視が起こっていたからですこうした歴史観の改革を脱中心化といいます現在言われている脱植民地化やフェミニズムの美術史も同じ精神つまり従来の覇権主義男性中心主義という視点の再高と解体そしてそれに代わる新しい視点の構築ということにある脱中心化というのはそうした常識の見直し作業の一環です もちろんそんな大げさなことを言わなくても作品論や作家論は不可能ではありませんでもそうして論じた作家や作品はそれだけで真空の中に存在するのではありません大きな世界の中に存在している個別の突っ込んだ作品論や作家論を考えながらその作家や作品が大きな世界の中でどんな位置にあったのかそこまで考えてみたいそれが私の立場ですそこで団体展の話に戻ると 私が団体展が面白いというのは歴史家の目で見てその始まりが面白いと思うのです。20世紀の初めに話を戻すとあ20世紀の初めを考えるとそもそも展覧会というもの自体がまだまだ新しくて私たちが現在親しんでいる美術館企画の展覧会というものはありませんでした。こんにちは。あ つまりは西洋近代における美術制度の規範となる美術館も展覧会もなかったのです近代化すなわち西洋化が政治国明治国家の緊急課題でしたから美術でも近代化イコール西洋化を図って国家がサロン形式の展覧会を創設するそれが1907年に始まった文部省美術展覧会通称文展ですサロン形式の展覧会の根幹は監査と審査です サロンは出品希望者が全員展示できるのではなくて審査員が出品の可否を決めますこれを監査と言いい監査を通過できれば晴れて入選となります入選したら次は審査があり賞の授与が決められます問題はこの監査です審査員は人間ですからその判断で入選作品が決まっていくわけでコンサバな審査員であればコンサバな表現を入選させるという構図が出てきます そうすると前衛的進歩的な作品作風を追求する作家は落選するそんな道理は受け入れられない不平等だと反対しても国家の支配する展覧会がそんなに簡単に変えられるものではない制度の典型的な例ですそれならば自前でサロンを開催して自分たちが監査して自分たちが良しとする作品を入選させて受賞させようそう考えて出てきたのがいわゆる「在野」 と呼ばれる美術団体の二家展や美術日本美術院の始まりですいわば d y d it yourself の精神文句を言うだけではなく他人がしてくれないのであれば自分たちで自分たちに必要な展覧会のプラットフォームを作っていくという積極的な姿勢です私はこの団体展の DIY 精神が日本のモダニズムの重要な DNA 遺伝子の一つであるそしてグループ活動の形態は時代とともに変化はしていきますが団体店で初動した DIY 精神こそが今の日本のコレクティブにまで受け継かれていると考えていますさてサロンの本家のフランスを見てみると団体店の前例にはサロンで落選した不満をバネに結成した印象派展があります 印象店自体はサロンではないですし設立当時の作家たちが随時抜けて8回開催して終わりになりました一方日本の団体展は成功した団体は経営が安定して現在まで続いているものもあまたありますサロン形式の展覧会は経済的に収支が上がりえます出品したい作家は入選落選の別なく出品料を払わなくてはならない 入選作品に人気が出たら入場者数も増えます団体としての特色あるいは画風が出てくれば常連のお客さんもつきますから入場料が重要な収入源となる展覧会というのは会場も必要で監査などに時間と労力がかかりますがその一方で全体として展覧会が成功すれば経済的にもプラスになるものなんです。こういうい状況を踏まえて 作家の仕事あるいは労働に2つの形態を定義したいと思います。表現とオペレーションです。表現は言うまでもなく作品です。例えば画家ならアトリエで絵を描く、その結果として絵画作品が生まれます。これがその画家の表現です。一方、アトリエに座っているだけでは表現を社会に出していくことができません。私はアートの究極,究極的な使命は、 表現を社会にコミュニケーションすることだと考えています展覧会はその重要な第一歩ですがその先にも表現が人々に届いていくためにいろいろな回路が必要ですそれらの全体つまり表現の社会化のための回路を作動させていくことをオペレーションと呼びたいと思います無論のこと作家がオペレーションのすべてを作業する必要はありません 分かりやすい例では、ゴッホ、ファンゴッホですね、あのひまわりのゴッホですね、の場合、表現に専念していればよかったわけです。なぜなら弟のテオが画商としてオペレーションを担当していたからです。図式的に言うと、印象派の場合には展覧会で表現の意義を主張していくと、画商やコレクターへつながっていったので、印象派展というお掛か,かりのオペレーションを追求する必要がなくなる。その結果展覧会というプラットフォーム つまり社会化のための足場を継続して維持していく必要もなくなってしまったということですね。日本の場合には近代的な美術が近代的な美術の制度が内内づくしで始まっていますから、美術団体はサロン形式の展覧会を開催するだけではなく、戦前は画商や批評、さらには美術教育の役割も果たしていました。 文典もそうですがサロン形式の展覧会では作品を展覧会から売っていましたこれは戦前日本における展覧会の重要な機能でもありましたさて安定した団体ではそこで主張し追求する表現もよく言えば安定悪く言えば安穏としていきますからそれに不満な作家たちはまた新しい団体を作る必要が出てくるこの連鎖で美術団体の数が何十にも膨れ上がり 日本の画壇が形成されましたそして美術団体自体が画壇の中の一つの制度となりましたボトムアップで始まった美術団体ですが制度になってしまうとなかなか変えられません団体展には長所も欠点もありますが戦後に目を移すとその制度化された欠点 つまり保守的な画風と封建的な審査制度の解読剤として表現を活性化させるためにアンデパンダン店がいくつか創設されましたまた団体店が若手の登竜門となっている状況を打破するために主に菓子画廊を中心とした若手の個展または小集団のグループ展も奨励され菓子画廊の数が60年代になって爆発的に増えると若手作家が菓子画廊で個展をすることが当たり前になりました さらに1950年代半ばから公募あるいは推薦制のコンペの展覧会が創設されて若手が注目を集める機会が増えるようになりましたセルシェル商店日本現代美術店毎日新聞社の試合なので略称が毎日現代店の公募展の2つをその代表的なものとして挙げておきましょうここで1回立ち止まって 展覧会形態の変変化拡張により変わったたこととを見ておきたいと思い思ます戦前の日本では寒点と団体点を基本として日本画と洋画により画壇が形成されていましたここで工芸や版画や水彩さらには書の位置づけなどが問題ではありますが大枠の話として図式的に話を進めていきます前衛は主に団体点の終焉つまり制度の外側に存在していましたが 戦後になると先に述べたような制度的な改革がだんだんと功を成していきかつて前衛と呼ばれていた表現が現代美術として美術界での位置を高めていきますただし1970年の東京ビエンナーレに代表されるように現代美術とは普通の人にはよく分からないものという印象が一般にもまた美術界の中にも定着したことは確かですただしモダンアート というものはピカソのキュビズムのようにそもそも分かりにくいものだったわけですが現代美術はよく分からないことが問題になったのはそれだけ近代美術の方が団体展などを通じて日本社会に定着し新しく出てきた現代美術が社会の中に一定の位置を曲がりなりにも確保しつつあったことの傍聴でもあります忘れてならないのは現代美術の台頭そして主流化には 東京と京都に国立近代美術館が設立されたこと、両館,館での現代美術への取り組みが進んだことも要因として大きかったと思います。言うまでもなく、京勤日,日の現代美術の動向展現在行われている展覧会ですけれども、それは毎年のサーベイとして重要な位置を占めていきます。さらに 新聞社の展覧会事業というと読売アン,ダアンデパンダン展を語るのが戦後,美術史戦後日本美術史の定番トピックとなっていますが現代美術の台頭のみならず主流化を考えるためには毎日新聞社の現代展と国際展の役割も見逃せませんそしてもう一つ東京も重要ですが革新性では京都は東京以上に独自の貢献がありました 戦後の京都の展覧会には4つの重要な現代美術の企画があります。日本あ京都アンデパンダン展、現代,日本あ現代美術の動向展、現代の造形展、京都ビエンナーレです。1つ目は京都市美術館で開催された京都アンデパンダン展です。年年に設立された京都青年美術家集団が 1955年に第1回展を開催した展覧会でそもそもは作家が立ち上げた自主アンデパン,デン,たアン,デパンダン展でした読売アンデパンダン展が読売新聞社日本アンデパンダン展が共産党とのつながりの強かった日本美術会の主催だったのに比べると作家が自主的に立ち上げたアンデパンダンで1960年代半ばの自主アンパン運動に先駆けますただし 展覧会の開催というのは時間と労力のかかる物理的な事業です作家だけの力では経営が難しく作家たちが2回開催した後に京都市が引き受け1991年まで続きました京金日の童行展については今の展覧会で詳しく紹介されていますが1963年から70年まで続きます 毎日の現代展や国際展は批評家や美術館学芸員などが委員会形式で作家を選定する伝統が長く続きましたが同行展は美術館の学芸員が自分の目で作家を選んで企画していることが非常に新しいことでしたこのことは強調しても強調しすぎることはないでしょう現代の造形展については私の調査はまだ進んでいないのですが 作家主体で立ち上げて7年間続けて開催していたことそして野外彫刻や映像表現など現代美術の最先端にある表現を追いかけていたという点が重要です1972年のエクイバラントシネマを中心として数年前には東京の近代美術館で回顧展があったので表現の先端性に驚か,驚かれた方も多かったのではないでしょうか京都ビエンナーレは 1972年に美術館の主催で京都市美術館ですね京都市美術館の主催で第1回が開催されアンデパンダン展との各年開催が当初意図されていました実際には72年73年76年と3回開催されましたが特に2回目の集団による美術は東京の美京都 シモスワを拠点とするニルバーナなども参加し当時のグループ活動の様子を深くした重要な試みです。これらの展覧会が70年前後の現代美術の台頭と主流化の中で果たした役割は企画のテーマや年表だけでは見えにくい部分もあるのでこれを出品作家の側から考えてみる作業に移りたいと思います。 その,ためにそのためにこれまでに出てきた展覧会をおさらいするために現代ビュースがますます普通の人には分からないものになっていった68年から74年の時期の1年間の展覧会日程を東京と京都を合わせてまとめてみました1972年が第1回の京都ビエンナーレを除くと鍵となる68年から70年の間は東京の年1回 東京はピンクですね。で、東京の年1回に対して京都緑ですけれどもで3つの大型展が開催されていたことが分かります。同行展はあっと京都アンデパンダン春ですね。だいたいで毎日の現代展国際展が5月にあって、現代美術の同行展がだいたい夏でしたね。で、京都の造形展が秋ということになります。あ、現代の造形展が秋ということになります。 同行展は美術館企画,企画ですから自分で出品することはできないにしても繊鋭な表現を目指す作家にとっては春のアンパン秋の造形展と東京では望めない参加の機会が2つ余分にあったわけです作家の作品展開の中で展覧会が果たす役割は大きいですしかも自らの表現を社会に出していく機会がつまりオペレーションの機会がお膳立てされて提供されていれば 表現に専念できることになりますここで現代美術の動向展に焦点を絞って制作の展開と展覧会の関係を見ていきましょう現代美術の主流化の中で動向展が重要な風見,だ風見取りだったという観点から1968年、69年、70年の3年に絞りそれぞれ一人の作家を取り上げます 1967年展に出品した関根信夫69年出品の松沢豊70年出品の野村ひとですまず関根信夫ですこれが同行展のカタログの中の紹介になります白黒,白黒で作品図版1点と略歴および出身都道府県が記載されます図版を見て明らかのようにモノハのビッグバンとなった遺相第一以前になります この年譜にまとめたように67年のシ,ョルセルシ,ェ,ルシェル商展で佳作を獲得してから68年の大学院修了毎日現代展公募部門での受賞同好展参加の直後に須磨野外彫刻展で位相台地を発表と関根さんはトントン拍子で大きな展覧会に招待出品し賞を獲得していきます。 大学院を修了して2年でヴェニスビエンナーレですから当時あった学生作家という言葉を体現する彗星のごとき登場でした今回の展覧会では国立国際に収蔵されている「いそう」5が出品されていますが展覧,展覧会歴で考えるとスライドにある「いそう」4というのがトリックスビジョンにて出品されて今は高松市美術館に所蔵されていますこの作品を最初に 見ときはぶっ飛びましたね。とても変なものです。位相て、は毎日現代展に出品されてコンクール賞を受賞していますが、これは本人は絵画のつもりなのに、公募の彫刻部門で受理されて、コンクール賞を受賞してしまい、それが妻の野外彫刻展への招待につながったので、展覧会歴として重要です。スマでははさんは仲間の協力を得て、 現場で穴掘りをして、位相台地を完成させることになります。そこから千九百七十年のベニスで、イタリアの大理石を使った空想の対策に結実します。これが責任の棒の個人史となりますが、これが大きな背景となって、モノハにつながっていきました。で、モノハの展覧会をこのようにまとめてみました。 まずモノ派に所属グループとしてのマニ,のマニフェストや第1回転はあ,り、ま、はありません。これは立畑明さんが指摘して物ハがグループでないことを力説,力説,力説なさっていますがそもそも何がモノ派かという性引きによってモノ派は七変化します。 私がモノハを考える時にはタメタマビグループというコアになる部分で議論をしたいと思っていますのでマニフェストや第1回転に相当するものは何かあるだろうかという視点が出てきます。まず関根さんの移相第一がモノハのビッグバンとなります。穴掘りを手伝った小清水進や 吉田勝郎はたまびの同窓。作品を見た理由ファンが自らの新しい表現理論との接点を見いだして関根さんたちと頻繁に会話を持つようになりここに遅れて菅吉弘が合流してモノハのコアであるたまびグループが形成されましたそして翌19年の夏の同好展に李さん小清水さん吉田さんと成田勝彦が参加します。 メンツ的には30人以上いる69年の出品者の中でたった4人の出品ですがインパクトの強さは今想像してもスリリングです69年夏に制作されたのは私たち現在がモノハと考える代表作品となっています同行展は特に60年代後半には作家のリピートをしない傾向が強いので関根は再登場しません 成田の鉄板を壁にぐるりと回した作品は珍しいものですが、仮設壁を有効に使うという起点が見て取れます。第この4人の作家は、モノハと呼ばれることになる作家たちが、そろって自らの新しい表現を提示したという点で、事実上、たまモノハのお披露目展に相当したと言っても良いのではないでしょうか。私はそう考えます。 この4人の参加は「もの派」と呼ばれることになるあすいませんこれらの作品に注目したのが柏悦友で「作ることへの反逆者たち」と題した天平を山菜に書いていますいわく「作ることをやめもの自体の存在状況だけを制止しようとする」タイトルの「作ることへの反逆」というのは言い得て妙の表現です柏さん自身の 作家ととししての問題意識を反映たた観察だったと思いますちなみに柏原さんは大学は多摩美出身で東京に住んでいた時期もありますが原則京都の作家と言えるでしょう柏原さんは1968年の同講展に関根さんと並んでトリッキーアートの代表で出品していますこの「サイレンサー」シリーズの作品も高松市,の高松市美術館の所蔵ですこの後 作家性作家主体に対する疑問を考えるために柏原さんは小泉博前川金蔵の2人と共同して「ミスター x は何か」を68年から69年にかけて制作非芸術の一億としてのコンセプチャリズムの重要な先例となりました。このの作作品は架空の作者 ミスター X を想定彼からの指示を3名別々に遂行したものを持ち寄りいくつか展覧会を重ねて発表していくほかに類のないプロジェクトでその後の柏さんの仕事を語る上で書くことのできないものですこの作品の問題意識も作ることへの疑問だったといえるでしょう、また たまびノハグループに注目したのは柏原さんだけではありませんでした京都近代美術館もまたその存在に注目し「今日金日の月刊ニュースレターの1969年9月号に9月号に同行展に関連してリーさんに執筆依頼をしましたこの号はリーさんとザ・プレイの池水慶一の2人が執筆しています69年の同行店で 突出した表現を提示した2つのグループにテキストの依頼があったわけですカシ柏ラさんの天票は物派と呼ばれることになる作家たちの事実上の批評的支援の書道となりますこれまであまり注目は浴びてきませんでしたが批評紙の上で非常に重要なものだと思いますまた李さんのテキストも美術館の認知を得た執筆で一つの自信になったのではないかと想像されます これに続いていよいよたまびグループが言説の上で揃い踏みします。ビューステ朝1902月号の特集「発言する新人たち非芸術の地平」からです。特集の構成はリユーファンの評論、菅吉祥の表現論、そしてたまびグループの座,座談会です。特にこのインタビュー 座談会ですねの中で作らないことという言葉が何回かキーワードとして出てきますこれが玉美グループ派のグループモノ派のマニフェストに相当します後の証言でこのインタこの座談会はリーさんがかなり編集的作業を行ったという指摘もありマニフェストとしての位置づけはあな,あながち間違いではないと思いますつまりモノ派とは何といませんがこれらの作家たちの事実上のマニフェストです こうして一年が過ぎ1970年夏の同行展となります1970年の同行展では菅さんが登場します菅さんの作品は無限状況と題され窓枠に材木を斜めに渡した作品階段を土で覆った対策の二点が共に現場制作されましたいずれも菅さんらしい名作だと思います 吉田さんは2度目の登場ですがこれは版画制作の新境地を評価したものでしょうもう一つマニフェストに相当するのは1970年の小冊子の場「掃除で」で関根さんがメディスに行く際に広報のために制作したものですリーさんとジュセフ・ラブのテキストが掲載されていますそして当野吉明が企画した東京国立近代美術館の 現代美術の一断面1970年8月でひとまずのモノハの上がりとなりますこれを京都から考えると69年の同講展が玉,玉火モノハのお披露目に相当しその後に2つの原説にまつわるエピソードが続き70年展が玉火モノハのダメ押しとして美術界にモノハを印象づけることになったという一つの構図が浮かび上がってきます その意味では黄色で塗った玉火物派の重要モーメントは全て東京ベースですねつまり人間と物質点、東京ビエンナーレ関根、えー、のものあのベニス出品関根、まあ、さんは東京の作家ですねそれから東金火での現代美術の一団面点ということで黄色で塗ったものですね東金火と京金火には東西のライバル関係があるのかどうか私は微妙だと思います。 と思うんですたまびもの葉という動きを学芸員が同好点の定点観測で拾い出し批評家たちに差し先駆けていたのではないかなるほど展覧会は面白い私はそう思いますさて私の60年代美術理解を端的に示したのがこのダイアグラムになりますパッと見ては理解しやすいように骨格だけを示していますが 環境芸術やトリックアートなど適宜肉付けして拡張していくことができます基本は具体から反芸術そして非芸術への流れを考えます反芸術は従来の芸術館への反乱そして非芸術とは作ることへの疑問を理論的枠組みとしています この非芸術定義は美術手帳のモノハの座談会から抽出していますが従来の絵画彫刻を作ることに対する作らないことというのは同時期のコンセプチャリズムや行為による表現にも通底する姿勢だといえるでしょう例えば本日考える2人目の作家松沢豊を考えても作らないという大枠の位置づけは当たっていると思います。 松沢さんは観念美術を目指した観念美術を創始した日本のコンセプチャリズムの大化ですがその思想的背景も作品の展開も多重的で複雑ですですので根幹となる60年代の展開についてこのダイアグラムをまとめました昨年の長野県立美術館での開顧展のカタログには白黒で掲載されています 増澤さんの体験した1964年の掲示が決定的な物質の束縛からの解放となるというのは原則従来の見方を踏襲していますただその後にその後の展開に3つの方向を考えていますすなわち見えるものを見ない見えるものを見ない見えないものを見るそれから装置の展開ですね でこの装置の展開というのは装置としての作品を64年以前から構想していてそれがインスタレーションや展覧会として拡張していくという意味ですけれどもこの3本立てになります。同行点と関係するのはこの緑で囲んだ部分つまり1964年の掲示前に開発した装置としての美術作品を拡大させた展覧会企画やインスタレーションの方向です。 この装置としての作品の展開もまた第一と第二の見えるものを見ない見えないものを見るという観念の動きの2つの方向性を包含した形で構想されています。これは2つの柄に掲示の前にすでに始まっていますが刑事後にも継続して展開し60年代の終わりにはその展開の最終段階が閣僚に入っていました。 その60年代後期のインスタレーション系作品のうち「私の死」と同様に美術館での展示を前提に構想されたのがこの3点です。毎日現代展、現代美術の同向展、そして東京ピエンナーレとどれも力こぶの入る発表の機会でそれぞれにかなりのスペースを与えられています。1969年5月の毎日現代展では、 現代美術のフロンティア部門というハリウッドの企画した招待部門のうち「迷路の部屋」と題されたセクションに松澤さんは選ばれましたこの,このセクションの出品作家9名は絵画彫刻の枠を超えたスケールの大きいインスタレーション的なあ表現が可能なスペースが与えられました「部屋」というセクション題名がそれを表しますそのうち松沢さんの作品は「プサイ画室」と題され 作品の数法は一辺が3 6ルの非実体の立方体空間で制作素材はなんと観念と出品リストに記されています。これが展示風景です。長野県立美術館の木内真由美さんの調査で出品の概要が次のように判明しています。会場にには床に白線が光れ 白い紙と椅子が置かれただけのシンプルな構成で会場に、えっと、表,面に表面に光と音と時に見せるクエスチョンマーク裏面にまた一つ別の絵画をと印刷されたチラシが配られましたマスターさんの考案する作品やインスタレーションとしての装置は 前代未聞のものなのでそれをどうやって使うのか使用説明書が必要になりますチラシはそういう必要性から1961年に導入され文字による作品の短所となりましたチラシの内容としては現代展を見た上で展覧会全体を消滅させるつまり見えるものを見ないようにするというところから始まりますそしして64年に考察した 64年に考案した非感覚絵画の根本形態の一つ白い円を様々な様相で見るつまりそこに見えないものを見るための心得が伝授されていますチラシの裏面はその上級編ともいうもので見る人が自動的に作家つまり松沢さんの言う通りに感想するのではなく見る人が主体的に自分で見たいものを観念で見えるようにするという趣向です チラシ裏で指示されている消滅を実行するには観念つまり個々人のサイの力つまり五感の力の枠外にある感覚の力ですねで装置であるサイのガス質のものとそこに置かれた椅子を交代させていく必要がありますこの感想の使いが慶應義塾 大学アートセンターの滝口収蔵文庫に残っています。これが迷路の部屋の交代するプサイガ室の使いです。よく見ても何かわからないんですけどね、私も。すいません、ちょっとなんか変なのが出てきて、次の画面に動かないんですけども。なんかこういうのが出てきて。 ちなみに白い正方形自体も小さくなっていくというコンセプトで毎日現代展が巡回した長崎会場ではオンエアやニルバーナ展などに参加した河津宏さんが毎日会場を訪れて正方形の紙を小さいものに取り替えていったという長崎版毎日新聞の記事を清さんは発掘しています。 見かけはシンプルですがかなり複雑で重層的な作品構造になっていますある意味で過剰に複雑化していく松沢さんのマキシマリズムの傾向が顕著だと私は考えていますこれが同行点では一転して単純化の方向に振り切れますなおスライドは図録の中の松沢さんの紹介ですが関根さんの紹介が作品図版と略歴の組み合わせでした同じフォーマットででですので左側が 作品の略歴それで右側ですねその右側が作品だということになりますこのことも含めて当時松田さんが土方辰に出した手紙に同封された2枚のチラシ作品から作家の構想が伺えます慶応義塾大学アートセンターの土方辰美文書の一部です チラシの1枚は信濃美術館で開催された「美術」という幻想の終演展の出品でこの手紙ではほとんどもののない展覧会と紹介されていますシンポジウムには加藤郁也や中西夏行が来るかもしれないから土方さんもプラリといらっしゃいませんかという粋なお誘いですスライドがそのチラシで題名は「お告げ水」 あなたの心に真っ白い正方形を描きその正方形から水を汲んで飲むことを観客に要請していますこれが道行店の松田紹介に使われている写真とその下に印刷されたあなたはこの白い正方形から水を汲んで飲めというインストラクションに相当するものですこの実際の正方形まああの。 カタログには白い正方形が印刷されているわけですけれどもあるいは心に描いた正方形や曼荼羅から水を汲んで飲むというのを松田さんは何度も作品化しています非常に清楚なイメージで私の好きな松田作品の一つですこのチラシの裏を返すと配布方法について記されています10枚くらいを市内に掲示して会場には一切置かないということが構想されていますただし 新潟がの堀川道夫さんは終焉店のシンポジウムに出席して展覧会もあ見ましたが会場にチラシが数枚積んであったのでもらって帰ったということで私も見せていただきましたので、まあ、あの会場にも置いていたようですねもう一枚のチラシが同好店の作品でこの一隅から変化のためにと題されていますチラシには ここを起点としてこの方角にあたる全てのものを消滅せしめよその後に何を作り出すかいまだ知らずともと記されていますその下にはこれが同行店の出品作であることを示唆する一文があり部屋の一隅の床に赤いチョークで殴り書くだけという行為の説明がありますまあ出品クエスチョンマークというこのクエスチョンマークが微妙なところですけれども 実際に床,で床にチョークで描いたことが当時の展示風景の記録写真で分かりますこの記録写真は非常に貴重なものであ松沢研究者もこあの今回初めて目にすることができました明らかに赤チョークではなく白チョークのように見受けられます松田さんは夜間学校で最初は数学後には英語も教えていましたからチョークの文字はお上手だと思います この一遇から変化のためにというタイトルに続いてチラシのテキストが書かれていますところが展示写真をよく見るともうこれびっくりしましたチラシのテキストをチョークで消し筆写して消滅の後に何を作り出すかいまだ知らずもともという文言を一部線引きした上に消滅の。 一部あ線引きしした上にに要すするに消してる消てわけですね何が生まれくるか未だ知らずともというふうに改定されていますひょっとすると一度準備した原稿を見ながら書いてみて何か思うことがあったのでしょうか作家であれ観客であれ何らかの主体が何かを作り出すという人意の行為ではなくて何かが生まれるという次念の一層を設定していますこれもすごいコンセプトですね 松尾さんの作品では展覧会,会場の作品を一切消滅してそこに架空の虚の展覧会を完走するという主根作品が65年からいくつかあるのですがそうした作品ではかなり具体的に日の作品群を記述しています毎日現代展のののチラシももその傾向に従うものです。 この同行展の作品のようにこういうふうに次年という形でオープンエンドで余韻を残すということは非常に珍しかったですそしていよいよ1970年5月東京ビエンナーレ人間と物資展への参加になりますカタログには意識を作品の素材とし時間の長さを作品の寸法とする「私の死」が出品されると記載されています 今日はお話ししませんが、実際にはゲリラ出品で、私の死のパフォーマンスもオープニングの日に行われました。東京ビエンナーレは東京都美術館全体を使い、中原雄介が単独コミッショナーとして選んだ作家参加作家40人を配置しています。一つの部屋に一作家だけということも珍しくなく、松田さんの部屋はそこに赤で囲んだ正方形の部屋でした。 これは原則空っぽの部屋です中には何も置いてませんチロシも置いてないし文字を床に書いているわけでもないしもちろん椅子もありません白い正方形もありません3つある出入り口のうちこの2つの部屋を見通す出入り口の框にそれぞれパネルをかけているパネルの文字は外から見えるだけなので中側は紙の裏張りになっていますだから文字はない これほど完璧に、物理的に空っぽの部屋を作ったのは、空気や虚空を得意のモチーフにしていた松田さんでも珍しいことでした。これは逆の側から記録した写真です。長女の松田久美子さんの写真で、お客さんの反応がよくわかります。それほど高くないところに釣られているパネルを読んでいらっしゃいます。うん これがパネルのテキストで A4 の紙に和文は手書きし英文はタイ,プしたタイプ打ちした原稿を作りそれぞれ写真それを写真製版で 1m ほどの大きさに拡大したものです。ちょっと読んでみますね。あなたがこの部屋を静かによぎるときあなたの心に一瞬私の死をよぎらすよう。 それは未来の正真正銘の私の死であるが、あなたの死とも、また過去の何千億の人,人間の死とも、未来の何万兆の人間の死とも似ているあれなのだよ、松沢豊。松沢さんの人類の歴史全体を俯瞰した作品は、どこか河原恩のワンミリオンイヤーズを私には思わせます。 作家の仕事はとて作らないことを標榜していたとしても積み重ねがが次の展開へとつながっていきますその点で松田さんの同好展への出展は国際舞台東京ビエンナーレに出品した力作「私の死」の貴重な布石になっていたと思います。 さて3人目の作家野村人です出品作品はカタログで予告されているように公衆電話を使ってその位置から磁石の指し示す北の方角に見える全てをそのまま「0755614113」へ報告するその報告は「0755614113」の受話器を通して録音されるという作品です。 この電話をしたのは野村さんで、狂金日学芸員の小倉忠夫がこの電話を受けて録音しています。これをテレフォンアイショットとして公衆電話から撮影したポラロイド写真を壁に展示し、ループのテープで電話の会話を会場で流しました。これがその時の時テープですねさて、野村さんも関根さんと同じように学生作家です。 終止終了前から東京の貸し車両での展覧会をしたり、現代の造形展に参加しています。しかも京都発現代美術ということで考えると、京都の展覧会を活躍の舞台にしたまさに京都の作家です。終止終了あの京都市立芸術大学ですねのあの終止終了の制作はターディオロジーでダンボールのタワーが自分のおのみで崩壊していく過程を写真撮影したものです。 プロセスを見せるにはものでなくとも、写真が有効だと認識した瞬間でした。1969年の現代の造形展では、初期の代表作であるドライアイスを実験します。興味深いのは、ドライアイスを行った4日のうち、最初の日は段ボールを広げた上にドライアイスを乗せたインスタレーション風だったのが、 次の2日間では黒いゴムシートを使いドライアイスを動かしながらシートの上に重量や時間のデータを記入した記録写真を作ったことです。これを1970年の京都アンデパンダン店で発表します。 同じくアンデパンダン店に出品したのが道路上の日地で制作が1970年2月22日ですから展覧会への出品を意識した政策であることは明らかですこの2点特に道路上の日地を見て中原さんが野村さんを人間と物質展に招待することを決めたということを峰村俊明から聞いています当時 東京ビエンナーレのために中原さんと峰村さんが2人で京都ビエンナーレに有望作家の発掘に来たほどに京都ビエンナーレは重要だったことが分かりますこうして野村さんは東京ビエンナーレに作家することになりますが京都アンデパンダンが春の3月東京ビエンナーレが初夏の5月でギリギリの決定でした東京ビエンナーレの出品は ドライアイスと要素の作品ですドライアイスの展示風景はやはり3月になってからビエンナーレ作家が決まった新潟ガンの堀川道夫の撮影です手前は高松次郎の単体ですねこうして時系列で追いかけていくと野村さんの作品展開における京都での展覧会の重要性が理解できますちなみに現代の造形展に3回以降も 第3回以降も毎回参加というのも京都的に重要で1970年から現代の造形展は野外彫刻のテーマから映像作品にフォーカスが移っていきます展覧会のオペレーションの観点から考えるなら野外彫刻展の会場を確保するよりも映像,映像作品の会場を確保する方がうんと継続が可能だったという現実的な問題もあったかもしれません この時点で映像へのフォーカスがあったというのは参加したい作家にとっても映像をより深く追求するモチベーションになったでしょうから非常に興味深いです。ドライアイスの作品は一見物質性が突出しているものでモノハとの連関はなくはないのですが 作家の関心が物質性そのものにあるのではなく。物質性や物質に関与する行為を通して。表出される時間へのこだわりに関心の第一の取材があります。野村さんは。野村さんは京都芸大の彫刻家の出身ですが。 私は一番最初にお会いした時に素朴質問として彫刻家の出身なのになぜ写真を使うのかと尋ねたことがありますその時に時間を彫刻するのだというお答えをいただいたのが非常に印象に残っています時間を彫刻するという視点からは一筋通った探求の姿勢が見,て見えてきます時間を彫刻するための一つの方法論が行為でありそれを記録することであり写真やフィルム映像音声テープなど 副者の潜在性を含んだメディアの活用につながっていきましたそしてもう一歩踏み込むなら野村さんの60年代美術における意識は行為の記録を作品にすることを極めて自覚的に実践した作家だということでしょうテレフォンアイショットの場合 それまで実践していた写真による記録に加えて発話による見えたものの記録その音声を電話を通して録音した記録のテープの記録が重なります実験への意欲がありながら淡々とした作品で実に名作です千九百九十九年にニューヨークのクイーンズ美術館でグローバルコンセプチャリズムの日本セクションを私が企画したときにムーンスコアとともに 野村,さん野村さんもその日本セクションの一人で野村さんの出品はムーンスコアとあともにテレフォンアイショットを出品しました展示したのは音声のテープこれはループで流しました写真そしてヒアリングと題した台本仕立ての書き起こしの英訳ですまああのテープを英訳してもちょっとああの英語に直してもちょっと意味がないのであの これは野村さんの声でないといけないわけですからですので台本の方をあの英訳しましたヒアリングは電話での報告を書き起こししたものですがテレビの台本のフォーマットを使っています。 ちょっとまた、ちょっと次に行かなくなった。ここを押せばいいのかな。<れ>フリーズした。

野村さんの希望として英語の台本のフォーマットにのっとってほしいということでアメリカのテレビ局の台本を調査しました一番特徴的なのがあの日本の台本で一番特徴的なのがトガキの頭をあすいません、えっと 英語の台本であの一番特徴的なのはトガキの頭を中に落とすということで、えー、っと日本語と対応させて3分の通話の終了を告げるピンポンという音の部分のチャイムの表示がそれに該当しましたところで台本へのこだわりっていうのはちょっと面白いなと思ったわけですね野村さんが当時テレビ局で働いていたことと関係があるのではないでしょうか テレビ局というのは制作を中心としてドラマから音楽番組まで幅広く最新の機器などの最新技術を使いますですので台本だけではなくループのテープというのも職場での知識だったのではと想像されますそもそもカセットテープが日本で発売されるようになったのは66年でマクセル社の発売になります1970年の当時時点ではまだ比較的新しいテクノロジーだったでしょう 作家にも役に立つ最新テクノロジーの知識だけではなく野村さんにとってはそのテクノロジーへのアクセスもあったテレビ局ですのでそのアクセスもあったということは作品理解の一つの鍵になるかもしれません例えばドライアイスの写真のサイズは相当に大きいものです これはどうやって写真にあいたのかお尋ねしたところテレビのドラマなどで使う背景の風景を焼くための写真というのがあるらしいんですね要するに現場で撮影するわけではなくてフェイクであの庭の光景とかそういうものを作るわけでその風景の写真を張り込んで作るそのための大型の紙で写真の印画紙よりも安価なものがあるということを教えていただきましたさて台本ですが時間がありますよね あるようですので3分ですからちょっと読んでみたいと思いますちょっと早口になるので3分より短いでしょう講習の8473番からですえ今北を向いておりますえ歩道の上にビニールの袋に包んでえシャミ線とかコンボとかスチールギターとか、えー、マイクとか、えー、蛍光灯とか、えー、サキスポーンとか、えー、マンドリンとかが、えー、置いてありますその。えー 楽器の群れの向こう側、北側に、えー、ラワンでできたガラス戸、そのガラス戸を通して、ムッキンの入った、えー、ダンボール箱、ギター、チェロ、もう1つギター,、えー、オルガンウクレレバイオリンが1つ、2つ、3つ、4つ、天井からぶら下げられています。その奥には、えー、ドラムセット、銀色の、えー、ドラムセットが2組、それから楽譜帳,楽譜楽譜帳が本箱に談ぎし、詰まっています。 音楽家の写真がありますが誰かわかりませんその東側にはまたギターが1つ2つ3つ見えますガラス越しなので表の看板が逆に映っていますそのガラスを男の人が中側から拭いています子供が1人見えますレジスターが1つ横を向いていますピンポンプーンピンポンプーンと公衆電話の散布を知らせるチャイムの音 実際にはこれ、あの上の会場で行っていただければ野村さんがしゃべっておられますので私が喋っているよりずっと面白いと思いますけどでも、まあ、あのまあ、正直言うと退屈なものかもしれませんあの風景ってそういうものですよねあの、あそこに掲示されている写真も何,何でもないといえば何でもない写真なんですよね、でもそれを見て記録しているという講義が重要になるわけです。 でこれは、まあ、あの選んだやつは比較的面白い光景なんですけれどもあの必ずしも全部が全部これほどがあるわけではないですとにかく見えたものを観察して発話する実直で無味乾燥な態度はグローバルに考えると当時のアートの非物質化そして日本における非芸術の一つの大きな特徴です。 ところで、記録するということも、当時の非物質か非芸術の一つの特徴ですが、戦後、日本美術史では、一九六十年から七十年が一つの節目となり、一九七十年代に突入していき、写真を使った美術が広まっていきます。記録は、写真による記録、データによる記録、映像による記録、音声による記録など、様々な可能性がありますが、行為の記録を作品にするというのは、口で言うほど簡単ではありません。 事実上お手本もないわけですその中で野村さんの場合は場所がなくて下宿の軒の下に彫刻作品を入れた段ボール箱を置いていたら雨などで段ボールが駄目になっていく様子を見てターディオロジーにつながり、まあ、要するにへしゃげていくわけですねそれが写真による記録につながっていったということで自分の経験から割り出していった側面があります写真を自覚的にアートに使った最初例の一つです 記録した写真を引き伸ばして絵画のように展示するというのはまあ一つの割とよく考えられる方向ですね。で興味深いことにテレフォンアイショットでは生のデータをそのまま展示しています。公衆電話をしたのが7月6日 展覧会のオー,プニーオープンが7月7日ですから、前日に作業しているわけで、何らかの加工をする時間はなかったというのが正直なところかもしれません。ただし、生のデータであれ、それを集積して作品として見せる発想は、すでにドライアイスの写真で実践されていました。 先ほど、行為の記録を作品にするというのは、こっちで言うほど簡単なことではない、事実上、お手本もないと言いましたが、さらに突っ込んで考えるなら、どうやって行為に関する記録、あるいは情報をパッケージ化するか、つまり作品化していくかという方法は様々にあり得ます。この時期は作家の手探りの探,求探求が際立ちます。 野村さんとほぼ同じ頃に情報のパッケージ化に気づいたのが石のメールアートで知られる堀川道夫です石を送るメールアートというとどうしても郵送された石がブスになりますので私たちの関心は石そのものに関心が向かいがちですこれはあの堀川さんが松沢さんに送った石ですね堀川さんの場合 石を郵送してかあしてしまったら手元には何も残らないという認識から最初から2つの記録の方法を考えました。一つには自分自身にも石を送る。そしてもう一つはデータシートを製作するという方法です。アポロ11号と連,打連動していた最初の石の発送を記録したデータカードで、発送リスト、プロセスの記録写真、郵送料、そして教えていた中学校の学校新聞に寄稿したステートメントを貼り込んでいます。 これがデータ集のの最初期の例となります何らかのお手本があったのではなく行為から派生する必要性から発想したものですただしデータカードの書式は荒川周作のダイアグラム絵画から借用してたということです、えー、書式というのはここのこのタイトルネームデートというところですねこれが資料ではなく作品であることに気づいたのは実は少し後のことでした 1969年12月に始まった精神生理学研究所に誘われた時だったといいます精神生理学研究所は当時造形大学の学生だった稲健一郎と武田清が中心となって組織したメールアートのコレクティブで声明文にあるように各地の参加研究所がそれぞれの取り得る位置で規定された時空間において同時多発に好意あるいは無好意を持って参加する不可思的美術館です そしてこの活動をこの研究所は直接的関わりを拒否した個人の行為あるいは無行為の記録を集合離散させると規定しています。 1969年12月から1970年5月まで6回の行為と重宝の郵送がありオリジナル版では主催者の稲と武田が中心となって稲に郵送されてきた記録を複製して参加者全員に送付しました本格的なデータ集積の初期状況の一つです 規定の行為6回が終わった後1970年8月には郵送用に複製したのと同じデータを印刷の形に落とし込みカード形式のポートフォリオとして出版していますこれは見事なパッケージ化であり精神生理学研究所という集団あるいは福かし美術館の作品化となっています野村さんもここで見るように記録アルバムを貼ったりして 個人的に集積する部分もあったわけですけれども同好店の展示の後様さまざまな形でデータ集積によるさらなる作品化を試みています。まず音声をレコードにしたって加工し写真を合わせて印刷しています。これは先ほどあの壁の上に直ばりしてたポラロイドをこうあのプリントしたものですね。 またテレフォンアイショットの他にも声にまつわる音声を録音した作品を作りプラクティカルスカルプチャーコンバセーションとしてまとめていますさらにヒアリングと題してデータを集積したアーティストブックを作っています中はこういうふうに薄い紙に片面印刷して、えー、これはカセットテープの写真ですねでこれは先ほど見たあの レコードと、まあ、レコードカバーなんかなと思いますけれどもの写真ですねそして最終的にはこれらのすべてを見たり聞いたりできる特別資料室にまで考え至りましたこれらの全体付属の関連作品も含めて一冊,冊の本にする構想もあったようですあ,あるようですっていうのがそうですね こうしたデータ集積を初期の展示に対しししてて的なな作業とみししまう傾向があるかもしれませんししかしながらデータ集積を作品としてインスタレーションで見せるという作品家の実践が教科書のような常識となってしまった今日のような時代とは異なり1970年前後にはそうした教科書もなく作家が現場の経験と自分の実践を通じて探求していった結果だったということを今一度確認する必要があると思います。 それは1970の70年の菅さんの無限状況のような作品にも当てはまります。教科書はなかったわけです。その意味で、国立国京都国立近代美術館の現代美術の動向展が1960年代美術を総括するかのように、1970年美術1970年代美術に突入していく。表現の場を提供し、さらには表現をインスパイアしていたことは？ 戦後日本美術史の重要な一ページになると、私は思います。ご清聴ありがとうございました。えっと、トミーさん、どうもありがとうございます。えー、っと、一時間五分。です、一時間余りですね。非常に内容がぎっしりで。スライドの。 めくるスピードも多分みんな追いつけてないんじゃないかと全部最後まで読めないぐらいの勢いでえ展開したのでえっとこう著作するのに少し時間がかかるかもしれないんですけれども「現代美術の動向展という展覧会をまあでまあ出ている作家の中でも非常にまあ後半ですね特に68年69年70年という。 非常に実験的な作品がたくさん出品された、まあ、戦後にとっても非常に重要な時期の作家のものを取り上げてしかも「同光堤」の出品作家の非常にここならではの作品っていうのを中心に取り上げていただいて分析いただきました。あの私のの方から、えー、っと皆さんこの後、えー、っと3時半まで、えーっと 質疑の時間あのご質問を会場からお受けしたいと思うんですけどまず私の方から、えー、と一つ、えー、のお伺いしたいのが富さんの方ではあのこれまでその戦後美術史ということで、まあ、しかもそれを海外の,、まあこの国際的な同時代性の中からこう日本の、えー、戦後美術の動向を捉えるということをされてあのご研究されてきたかと思うんですがなぜ京都というテーマ であのもうこの「東皇展についてもですけれども、えー、京都というテーマで、まあ、その見て、えー、行こうと思われたきっかけあるいは見て実際にご覧になってどのように見えたかというのを少しお伺いできればと思います、うん、えっと京都っていうのは実は私が自分で考えたわけじゃないんです。あのそそれれれを教えてくれる人がいましたそれは、えっと、作家の 森村康さんです森村さんが横浜美術館で個展をしたのがちょうど1995年前後だと思うんですけれどもでその時にあのかおのりさんというフェミニスト美術史家の方があの。 森村さんの女優女優シリーズですねについてのあの評論っていうかあの美術的な文章を書きになってそれを私が英訳する機会をいただきましたでちょうどあの日本に来る機会があったのであのオープニングに参加して。 2次会に流れていく途中で一生懸命森村さんとお話ししてたんですけどもねさあこの機会とか思って他の人がお話ししてないので私が独占してお話ししてたんですけれどもその中で私がこう日本の,あの現代美術っていうんですかコンセプチャリズム特にコンセプチャリズムとかそういうあの形にならないようなあのアートをあの研究していきたいんだと言ったら森村さんが日本の現代美術やコンセプチャリズムは 京都,を学京都を知らなければ現代美術は分からないっていうふうにおっしゃったんですね。でああまあそういう言い方もあるのかと思ってねあのああ別に例えばあの現代美術の童講点とか知らないわけではなかったですし京都アンデパンダン点っていうものも知らないわけではなかったしでも京都を知らなければ分からないっていうねこうやっぱり京都の。 作家さんからののお言葉っていうのは非常に重要であとだからちょっと興味があったからその時はあのその時はあのギャラリストの小山富夫さんにもね「森間さんがこんなこと言ってるけどどう思いますか?」って言ったら「それはそうやと思うよ」とか言ってねあの <laughs> あの一応まああのダメ押ししてくださったので,で。それとは別に私 も京都についてててはは考考ええることは考えてたわけですね例えばあの日本画の研究なんかも私自身は日本画の研究家ではないですけれども日本画をあの海外に紹介するというようなあの展覧会の,あの,プロあのプロジェクトを手伝ってカタログをしあの編集したりしたこともありますしですから京都と東京の間の日本画の問題っていうのはかなりあの。 国が創作協会だけではなくて竹内製法とかそれから戦後の,あの下村亮あの龍之介とかパンリアルとかのケラとかの動きですねそういうものはあの念頭にあったのでだからああそうやなと思ってでもう一つ私が興味あったのはこれもあの人から教えてもらったものですけども光琳と光琳と。 もう一人光琳と宗達が一緒に共同した「炭蔵本」っていう非常に豪華な何て言うんでしょうあれ豪華な本があるんですよねだから漁師を光琳が書いてあ,ちゃあ違う違うごめんごめん漁師を宗達が書いてで、えっと、もちろん師匠を光琳がやるわけですねそれをあの木版であのまあ連歌本ではないですけどあのでもあの 割とお金のある一般の人にが買えるような普及本ですねに使うようなプロジェクトがあって私はその話を聞いた時にあ,あ現代美術やなと思ったわけですね要するにあの普通の人がたくさんあのたくさんの人がエンジョイできる形で美術を提供していくみたいなことでああこれは面白い現代美術の形やなと思ってまあそういえばあの今東京で光林の柿つばたの 展覧会やってるんじゃないかなと思うんですけれどもあれも一応そういう形で大衆化っていうかポピュラー化みたいなことを一つのテーマにしてると思うのでそういう形でまあ現代美術があの浸透していくあとはもう一つはやっぱり国画創作協会ですよねであのこの次の次のここの展覧会が何やったっけ京都のなんとかっていうのね何だったっけ「青春」っていう。あ日本画の青春っていうやつやね。 そうだからあれも面白い現代美術でだからあ展覧会できるわとか思ってねだから森村さんのあのオ,オランピアをあの模した森村さんのあれがありますよねであとだからあダメだ,だ名前が出てこない大原目のあの絵を描いたのはバクセンでしたっけああいうのを二つ並べてねだいたい 森さんとバク並んとと並だら面白いやなとか思ってでついでに「あのザ p r a は京都から大阪に川下りしたしそれに「墨倉門」くっつけたらねこれは面白い展覧会になるとか勝手にそういうことを無双したところが出発点 <laughs> でそれと4つの展覧会今日紹介した4つの京都の展覧会がうまくくっつかなくってね。 くっつかないよねちょっと <laughs> でちょっと悩んでたけれども、まあ、私としてはやっぱり専門のこう60年代美術の方にあのくあのやっぱり年込んでで何て言うんですかやっぱりそれを作家の側から見ていくみたいな、ね、ことにしたらやっぱりその展覧会の面白さっていうか作家も展覧会が必要なんですよね。で展覧会っていうのがやっぱりモチベーションになるしっていう形で違う形であの作家の仕事を見ていけたらなと思いました。 あそれとね私大阪の出身ですから京都は一応,一応地元やと思っててあそうそうもう一つあるのはそそうそう京都がすごいと思ってるのは私は大阪大学の出身なので木村重信先生の一応弟子になるわけですでいや一応じゃなくてちゃんと弟子ですけれどもあのであの木村重臣先生は京都一芸の,あの先生もしてましてでちょうど いつ頃やったかっていうと60年代の終わりから70年代で学生運動があった頃ででだからあのオーラルヒストリーをしてその頃の武勇団っていうんですかどういうふうにだから学生運動を平成したかみたいなねあのどうやって乗り切ったかみたいなことをお聞きした時にあの構想設計っていう学科がありますよねあそこにで森もあ,のあと,えっとダムタイプとかあの出てきて非常に重要なところでまあだから今で言うと。 芸大の東京芸大の先端美術家みたいなところでしょうあれはねだからそれを京都でもうその学生運動の事後処理の形でやっていたみたいなね要するにあの制度的な表現の中には収まらない人を救い上げるためにそういうのを作ったみたいなことをまあ先生の回顧団でお聞きしてああ京都ってすごいなっていうのは。 それ,もそれも重要なモチベーションであったことは確かですねだからそれと、まあ、あの森村さんが京都を知らなければ現代美術はわからないっていうふうにおっしゃったのが、まあ、だいぶクロスしてるところはあります会場からのご質問をお受けしたいと思いますもしご質問のある方は挙手をお願いいたします えー、大変、あのー、充実したレクチャーでとても、あのー、面白く聞かせていただきましたどううもありがとうございました、えー、とあの質問がですねこの、あのー、63年から70年の頃の,、まあその日本でこういう表現をやっていた、まあ、その背景といいますかどんなふうに人々がこういう表現をまあ感じていたかとか。 どんなあの視線みたいなものがまあ社会にあったかということをまあもしその専門に研究されている中で共有していただけることがあればあのお伺いしたいと思います。というのはです、ね、あの私はあのキュレーターで2000年初頭ぐらいからまあ仕事をしてるんですけど、まあ、2000年初頭はまだ一般の人たちには現代美術は怖くないよって言って <laughs>。 そううもっと面白いですよって言ってこう招くようなあの仕事をしてましたしかしもう最近はですねもう何というか、まあ、毎年複数の芸術祭が大規模に日本全国で行われて、えー、多くの,その、まあいまあ、一般のって言ったらちょっとあれですけども、まあ、それまでその、まあ、美術の必ずしもファンではない人たちもたくさん見るようになってきていますから。 今、こういう表現を目にするときの私たちからこう表現への距離感と当時のその距離感がちょっと違うんじゃないかというふうふに思ってでまあ雑にですね想像はすることはできるんですけど研究されている中でもし何か共有していただけることがあればと思ってお伺いしたいいいと思いますえっといくつか言えるんですけれども例えば同行点で長所っていうのがあるらしいんですね。上で 出品してますけれどもでその長所が1968年頃から,られてないちゃんと撮られてないの全然撮られてないの1年は、えっと、作家名作品名制作年が書かれた紙の状態で、えー、出品作品の画像がない写真が貼られていないで69年と70年はその紙自体がない。 いう状態ですね要するに記録されてないわけですね、でどうして記録されてないかというと、例えば今、ちょっと見ただけでも、松田さんの床に書いたやつとかね、あるいは別にもう、吉田勝郎の材木の上にあのあれあの鉄板を渡したやつとか、あるいは野村さんでもそうですけど、あんなものもデータ取,る、まあ、データ取れますよ、もちろん私たち今、取ってるから。 ああいうもののデータでもあの時はデータ取れないし、まあ、作品写真を残していただいてたのが唯一の救いですねだからそ,そ,そ,そこの学芸員の態度の違いなんかが変わっ,てるん変わったんですよあの時なんかこうそういう今までしてきた美術館業務業務があるじゃないですか基本が、ね、サイズ測ってで写真撮って材質確認して状態確認してとかいうそういう。 常識的なことができなくなってしまった状態っていうのはまず一つあったと思うんです。で、それはすごく大きくてで、あとはだから、それまあ、それはあの同行店の中の話だけども、やっぱり私が研究あ調査してて面白いなと思った。やっぱり東京ビエンナーレな1970年の東京ビエンナーレのあの週刊誌類の反応ですね。だからもうあの頭の体操とか言ってね。 こう,こうやって見て見るわけですよねマジにでだから本当に分からないって言ってでだから一般の人がパッと見て本当にわからないだから一生懸命見て,見てる写真だから例えば堀川道夫さんの,あのさっき見せた石を郵送したものもあるんでそれが床の上に置いてあって女性がこうやってこう鏡込んで見てるわけですよねでいかにも見てもわからないから見てるっていうねそういう雰囲気がこう。 ムンムンと漂ってきてきるわけで,でだから一方でそういうことがあってもう一方では美術界の中で例えば芸術新庄ですよね、まあ、あの美術手帳に比べたらもうちょっとコンサバなところですけれどもあの大岡誠さんがあの、まあ、これはまあ芸術じゃないっていうことで弾劾、まあ、東京ビエンナルを弾劾するみたいな形でこう批判的に取り上げていくというようなことでだいぶあの。 普通にかやっぱり普通の人がわからないとい,いうのは結局あの今日のというか今あるあの展覧会ですよね63年から70年まであるところで最初入った時は見やすいじゃないですかあ田中篤子があるとかねあな山口武雄がいるとかねこうああ小野里だとかねこうあの普通に美術を、まあ、普通に戦後美術で勉強 たら絵画があってって言ってあこの彫刻家は知らないって言ったらなんかあこの人は女性の作家でって言ってあ目としてたこういう女性がいたんだみたいなねでもそれはやっぱりそのある種のこう了解の時項内であこういう女性もいたんだみたいな感じで見てるわけですよねそれがやっぱりだんだん進んでいくと大体いい66年ぐらいから危なくなりますね。 67年ぐらいかなあの吉田稔のさなんかこうプラスチックのなんかごちゃごちゃ動いてるやつとかあとえっとあれは誰やったっけあのぐるぐる回ってるやつあ山本圭吾さんの,あのなんかものすごいオータモーターの音がしながら回ってるやつとかねであとそうかといったらもうなんか。 非常に寡黙な淡津教師さんの、ね、プロジェクションの、ね、あれがあるとかこうか,なりかなりちょっとどうしていいかわからなくなるっていうのがであれはまだいいんですよ、造形だから見たらあなんかこうネオンがこんな形になってるよとか、ね、言えるじゃないですか何かわからないけどで赤,と緑あの赤と青があるよとか、ね、言えるんですけどもそうするとそれがまだ68年もいいですよねちょ,っとちょっとやばいけど。 あのトリックアートとかがあってねバット入っていくと大体いい柏原さんの,あのサイレンサーがあるじゃないですか私あれ自分分かっててもやっぱりドキッとしてね本当にこう前飛び出してくるみたいに見えるからだから自分でわざわざ横に行って水平にあの平行に見てね飛び出してないことを確認しないと毎回行けないんですよねあの作品とか。あとともちろんあのまあ割とコンサバな方の 関根さんの位相があってでもあれだってずいぶん変なもんですよねあれをだから出品して毎日新聞社が彫刻だって言ったのはまあ分かりますよねだってあれ絵画には見えないもんみたいなで69年70年になるともうだからそういう普通の絵画彫刻ではないものが出てくるみたいなねでだからこれはもう 作家が、まあ、だから私が表現とオペレーションということで社会への回路を作るコミュニケーションの一つの形がオペレーションって言ってだから通じてなかったらどうするんだっていうねそういう疑問は当然出てくるわけですよねでただあの場合はなんて言うんでしょうねやっぱり表現を追求してたんでしょうね。 表現追求してたらまずオペレーションのことは考えられないっていうのはそれはそうだろうと思うんですよで。だからそうじゃなくて表現を考えながらオペレーションのことも考えなきゃいけなかったっていうのが戦前の日本だからあの明治とか太平洋時代とか昭和の初期の状況それしないとだから表現ができないっていうことにつながっていくからそれが始発 あ作家としての死活問題ですね、表現の死活問題になるからオペレーションが必要だったということで、私は団体点というのは非常にだから面白いと思うわけですね、それが逆に言うと、60年代の状況っていうのは、だからある程度、仕組みができてるから、オペレーション考えなくてよくなっちゃったわけですよね、そうすると、どんどん追求していけるみたいな、まあ、だから自由なんですよ、きっと。 あので新しいものを作っていこうという意欲はものすごくあったと思うんですね。 あのころの,の作家の方たちとお話ししてるとやっぱり新しいもの人が作ってないもの、まあ、だから具体の時からそれは言ってますけど60年代になるともう随分い,いろんなところからあの情報が入ってくるから真似するかそうじゃなかったら全然新しいものを作るかのどっちかになりますよねだからそういう方向で模索してるのでそうあの普通の人が何考えてるかとかいうのはほとんどもう替えいの卒ですよね。 でそれが一回、やっぱりそういう形で突出しないとやっぱり表現というか芸術というのが一つ打ち立てられなくってで、まあ、だからそれはどんな時代でもそうだと思うんですけれどもまた後,があの後戻りしたりあと他の,他のルートで,で現代美術は怖くないというところまで持っていったら、まあ、また次の問題が出てくるわけでしょ。という感じですね。だからあのいろろんなところでそのあの 距距離離ってていうのはそそのははそ時時代時代で距離は出てくるだから50年代だと私の両親の世代ですよね、そうするとピカソがわからないわけですよ、まず。私は何度も何度も私の父親にピカソはどうしてああなんだっていうことを説明させられたわけです。あの美術史家なんだから説明できるだろうって言ってね、そんなめんどくさいこと言わないでほしいと <laughs> でも一応ね あの岡本太郎のあれもあるから一応とりあえずは説明できるんですけどそうするともう丸三角四角で、ね、落ち込んじゃうわけですねだからそういうところから日本人の美意識っていうのはその,その前を考えたら、まあ、だって黒田清輝がヌードを変えた時点でもう揉めたわけですからだからあのこう私たちがアートを見るとかあるいは西洋的な形で構想されてるあの規定されてるアートを見ていくとかっていうのはずいぶん過程があったと思うので。 でだからそういう意味では展覧会っていうのは一つの媒体みたいなもんですよね。だからそういう意味でも面白いですね。ありがとうございました。私の方から一つ補足をさせていただきたいんですけれども、あの同好亭に関していうと、まあそのえー、っと六十八年の会があの入場者数でいうと一番多いんですね。 <laughs> でそれはなぜかというと、あのー、キネティックの作品が割と集中的に紹介されてでそれが割とこう話題になったっていうことがで新聞記事の、あのー、取り上げられない方なんかも見てもその傾向があるシングスムさんの,あの動く彫刻が出ていたりとかモビールとかそういったものが出ている。でで69年の回の、あののーまあ、展覧会の予告の あのうちの美術館の「ミル」というニュースレターの天覧会予告のところに69年の同好展について紹介するというあのまあちょっと次は同好展69年の回ですっていうふうに書いてあってでまあ昨年度はそういうキネティックなどで非常にこう人気があったとただこ今年はちょっと様子が違うと。 関連的なものが増えていて今年はちょっとそういうふうにはならないだろうということを先にもうすでに予告っていうかみんなもう、まあ、中の人間たちもそういう,こう一般の人たちには分かりづらいかもしれないっていことをもうあらかじめ織り込み済みで手中が準備されたっていうことがうかがえるあの一文がありますので。あのーまあ その考え込むっていう冨井さんがおっしゃったような形で多分69年70年っていうのがおそらくそのような形でえっとまあ入場多数にも若干反映されていますけれどもあのそんな形で進んあの受け止められたってことはよくわかります。キネティックアートってなんか世界中で人気あるんですよねあれ動いて面白いからでわかるじゃないですかあ動いてなんか起こってるっていうのはあれはわかるんですよね。 だから、ちょ、ちょっと、そう、だから、困るんですけども、何かって言ったら、動いてるのは面白いわけ。ありましたら、もう、お一方ぐらいは、受けできると思います。どうもありがとうございました。あ、あの、今紹介された、あの、松沢さんの作品とか、あの、指示を見て。 まあ、私たちが想像するような作品だと思うんですけれどもあの友達と2人で見ながらあのそ想像するんですねそうしたら「書いてあることは一つなんだけれどもあなたと私と,ちっときっと違うことを考えてるね」とかいろいろ話し合いながら見たらすごくねあの楽しめたんですうんあのまああの多分それを見た人がどう思うかはねいろいろだと思うんですけど楽しみ方はあるもんだなっていうふうに思いました。 あそれからもう一つあの今の,あの野村さんの作品ですけれどもその音声と写真ってあ,あるんですか <laughs> 一生懸命ねこう見ながらあのどれかなとか言いながら見てたんですけれどもどうなんかなと思いまして実,実際にあの写真の,あの風景とその喋ってる 言葉がが一致する風景があるかっていうことですよね正直それがねよくわからないんです。と <laughs> いうのは風景があの作家さんに直接この,この風景はこのことだっていうふうなお話を伺った機会がないということなのであの特定できてないということです。であと風景があまりにも今の景色と変わりすぎていて、えー、と割と何て言うかこうなん 一般的なというか特徴の,あの捉えづらい景色が多いということもあるのであのそれが今まだ研究の途上だと思いますけれどもあの当時のこの出品されたポラロイドの写真 そうです、ね、あの喋っている内容は非常に具体的なんですけれどもあの撮られた風景っていうのがそのどのタイミングで撮られたかということまでは分からないそのそ歩きながら撮っている可能性もありますのでそ,うそれともう1つはあの喋っていると公衆電話ですからだからこうやって喋っているわけですよねであの見ながら喋っているから大体両手使えないわけですよね。 でカメラ撮るためには両手必要だからよ、まあ、片手ではちょっと無理よねポラロイドはねポラロイドだから片手では無理だと思うのでその作業は別々だったっていうのとそうだから今彼女があの牧口さんが言いましたけどひょっとしたら歩いてる時に撮ってるっていうのもあるだろうしそれともう一つは必ずしもそのさっき読んだやつだとだからおまあ楽器屋さんがあったわけですよね。 基本的にねだからその楽器屋さんを取ったかどうかっていうのはまた別の問題っていうことは十分ありますね。私もさっきいろいろこう見てねいろいろ翻訳したからある程度はちょっと覚えてたんですけどなんか全然こう違う感じでねあのでしたのであのまあ研究してねよろしくお願いします。<laughs> えそうしましたらえまず3時半になりましたのでえこれで終わりにしたいと思います今日はどうもありがとうございました改めて拍手をお願いしますどうもありがとうございました